先週、岡山市の街中を走っていたのは、料理の配達をする自転車。これは岡山市中心部で今月15日から始まったデリバリーサービス、フジタイーツです。始めたのは岡山市北区平和町の藤田酒店。取り扱うお酒は居酒屋など飲食店向けのため、新型コロナウイルスの影響をもろに受けています。飲食店様にメインでお酒を買っていただいている業務用の酒屋でして、同じようにかなり売り上げが下がっておりました。何かちょっと売り上げが立つ施策をやっていかないとなと。そこで始めたのが、普段お酒の配達で使っている電動自転車を活用したデリバリーサービス。無料通話アプリ LINE で藤田イーツと友達になれば、JR 岡山駅周辺のおよそ30店のテイクアウト料理が注文でき、藤田酒店が運んでくれます。今回、ナナスパスタッフも注文してみました。頼んだのは、新型コロナに対応しテイクアウトを始めたこの店。彩り豊かなおかず満載、香り豊かな焼きサバ弁当です。そこへ藤田さんの自転車が到着しました。お世話になります。藤田酒店です。お世話になります。お世話になりました。はい、焼きサバ弁当、はい、ありがとうございます。商品を受け取り配達先へ。料金は商品代に加え、配達代として385円がかかります。藤田さんは地域密着の酒店として、飲食店とともにこの新型コロナの危機を乗り越えたいと言います。このコロナの影響で多分、飲食テイクアウトとかデリバリーに対する、お客様の心理的なハードルっていうのもかなり下がっていると思いますので、飲食店さんのお役に立ちながら、藤田酒店も成長していけたらいいなというふうに考えています。